今日、四万十市中村南小学校で行われたのは、四万十市の中田水産による特別授業です。2年生が今、生活科の授業の一環で、魚屋さんの仕事について学んでいて、今日は実際に魚に触れてもらい、さらに興味を持ってもらおうと企画しました。授業では、県東部で取れた長さおよそ 1.5 メートル、重さ56キロのキハダマグロの解体が行われ、子どもたちは歓声を上げながら見入っていました。また代表の子どもたちは大きな包丁を持ってマグロをさばく体験もしました。せーの、よいしょ、頑張れ。ぐーっと引っ張る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 。よいしょ。ちょっと硬かった。魚切ったことないけん切れてよかったです。また授業では子どもたちがマグロの寿司作りにも挑戦しました。握る感触とか、形整えたりとかがすごく楽しかったし、魚、マグロをさばいたりすることも楽しかったです。いただきます。自分たちで握った寿司を堪能した児童たち、普段できない貴重な体験を楽しむとともに、魚屋さんの仕事について理解を深めた様子でした。